どうも、たぶやんです。桃鉄令和、楽しくプレイしていきましょう。61年目。お昼ご飯を食べて少し眠くなっております。1年前大転法施行、100倍のお金で買えるようになりました。そうだね、今月から新たな大転法、鉄道は10倍のお金を出せば買えるようになります。え、鉄道って鉄道省のやつか、1兆円のやつ1兆円のやつを、10倍の10兆円出せば買えるようになるんだ。むちゃくちゃだねトピックス、伊藤博文。まあ、お金が余ったら鉄道省なんだろうな。1兆円だもんね。あ、黒田官兵衛来たー。わさびで、わさび伝をわさびだと読むの。無料で、さらに幕張のイベント会場、嘘でしょ。すげえ。ちょっと待ってね。さあ、前回までの桃鉄、北海道阿寒が目的地で、みんなね、違う場所にね、います。ということで、北海道をゆっくり探索するちょっとだけチャンス来ましたね。2600億、お金は十分。こちら、北海道トウモロコシ畑目室と、あとちょっとまあ北海道広いからね、道東から函館行くのちょっと遠いけど、函館の土方歳三仲間にしたいですね。行きましょう、目いっぱいリニアで。あと物件飛びカードを購入したので、聖徳太子さん周遊にしてほしいんだけど目室がね、真ん中あたり届かないか。どこだ目室、以前もなんか見つけられなかったんだよね。北見、陸別、阿蘇路、池田、ちょっと皆さんありました、目室、こちらトウモロコシ畑、佐久間さんのとこですね。これもう奪いに行きます。最初の頃に取れば、100倍、300億。ダメだそれは無理だ。乗っ取り放題、使える、行けるとこまで行きましょう。これね、収益率が 8% とそこそこ高いから狙ってたんですけどね。まあ1個取ったら取ったことにしておきましょう。あ、使い切ったーはい、終わりまあ自分のね、北海道リストのためにちょっとやっちゃった感じですけど。最寄りの駅でカードか。あ、幸福な王子、カードあげないといけないやつだね。おならカード、お食事中の方すいません。さあ、あとは土方歳三かな、できるの。北海道ね、まあ自分で作ったリストを楽しみましょう。他にも北海道まだまだ物件あるけどね。函館まで1ヶ月で行けるかな。あー、閻魔さん、刀狩りを手に入れたぞ。あの人要注意だけど。阿寒まで14マス。リニア周遊もなくなるかもな。この辺に、あ、周遊初期化駅あったんだよね。先ちょっと行っとくかな、周遊初期化駅。よし、行っとこう。はい、周遊初期化。ちなみに初期化駅って、釣りの銀次出ないだろうな。はい、 OK、 初期化できました。2600億、現金持ち歩くの怖いまあでもパトカードと水戸黄門持ってるから大丈夫なんだけどね。ちょっと心配しすぎてるかもしれないけど、でも一回水戸黄門さんに裏切られたことあるしね、中盤でね。あー、もう北海道来た。
あー時間切れー、あーあかんに、めちゃくちゃ近いところまで来てるじゃん。でもちょっと初志貫徹函館行こうか、エンマさんが言うから大丈夫でしょ。ボンビーはね、ボンビーは大丈夫だ。おお、あかんまりも久しぶりに来たか。なんかあれだよね、カードもらえるんだよね、最初に到着したら。島に散らばるカード、すごいカード、ゴールドカードとかあったら行くけどな。高流り飛び銀河鉄道機関延長乗っ取り、なるほどね。お、いいな、おすけ久しぶり。エンマ社長さん、あ、カードの使用禁止半年間、出た。聖徳太子来た、物件飛びよ、物件周遊、物件飛びよ、物件周遊、ダブル来た狙い通りです物件飛びまくれる感じになりましたね。やったね。で、私は函館狙いましょう。入れるか。あ、入れない、すごいね、入りづらい場所にあるんだよね函館。くっさー、函館入れない。じゃあアカンに先入っとく。あ、アカン届かない、なんだこりゃ、まいったね。じゃあ北海道の、あ、すすきの全部買える。いや1000万の札幌ラーメン屋、いやちょっと高額物件行きたいけどな、他にない。やっぱり北海道は移動が大変だね。根室ね、寂しいね。あ、美瑛は何か買えますか、ポテトスナック工場カード売り場、あ、それぐらいしかないね。うわ厳しいね。あ、砂川を、じゃあすすきのの行って独占2倍にしとくか。1000万だけど、1000万だけど、これで収益2倍ね。はい、徳川家康の代わりみたいなもんかな。2600億買い物できず、いやちょっと春がいまいちだね。サイコロの目もちょっとね、危な、強奪飛び、もう物件飛び周遊を毎回使うからね、なかなか入れないと思うよ。あかん、今カードいっぱいだからな、あかん行ってもね。剣飛び周遊やったら、でも函館には行けないんだよね。やっぱサイコロ振るか。お、家康頼む、チランの物件、お、3億増資ナイス。出た、平賀源内カードスクール、3枚の中からお好きなカードを作る、引き換え券、銀河鉄道カードバンク、あーカードバンクにしようか、ちょうど今カードいっぱいだから。引き換え券ってなんだろうな、使ったことないな。でもカードバンクにしますね。西郷どんがお金を配る、うわー2800億、どんどん来るね。あ、借金一部返す、60億、まあ今は全然大丈夫だね。でカードバンクちょっと使いましょうか。はい、カードバンクで物件飛び周遊新品のねやつを2つ、2つと、はいはい、ね、そうだね、スペシャルズも1回預けとくか。はい、あとカードは常に持っとかないと意味ないからね。望みもちょっと1回預けるか。
これだけでいいですかね。はい。でまた買い物カードを買い足すことができると。北海道ね、北海道あの強奪飛び周遊カードを売ってる場所があったと思うんだよね確か。強奪飛び浦川だったかな、南の方に。あー佐久間さん刀狩り、刀狩り得意だもんな佐久間さん、やめてくれよな。エマさんはカードを1枚も持ってない。あ違う、カード封印されてるんだこの6人たち今大チャンスなんですよ。飛び周遊できれば2人のあの刀狩りを旅立たせてほしいけど。明智2700億すげえな。でカードバンク確認、はい充実しましたね。強奪飛び周遊1個だけあるのか。まあでもちょっとリニア周遊で、あ強奪飛びちょっと リニア周遊でさらに強奪飛びを購入するか。第一優先函館外れ、函館ダメだから、北海道で浦川っていうカード売り場ここですね。ほら強奪飛び周遊売ってる。で入れない、第三優先あかん、入れない、なんだこりゃサイコロ運よ、何してんの。帯広、まあでももういつの間にか、ああとあれだよね、行ってない場所に行くっていうやつもあるよな。エンガルだったような気がするけどな。おこっぺ、あの行ってない場所ね、わっかない、わっかない行っとくか、一番端っこだけど。そうだ全駅踏破の駅見るの忘れてたわ。まとめ買い、今年は北海道行こう。あそうか持ってないんだ乗っ取り。あー300億、300億どんだけ無駄遣いなんだこれ金に物言わしていくかちょっとで予想収益300万、ちょっとそれやりすぎだね、やめとこあれ参ったな。だから函館に入る浦川のカードでカード買う、やっぱりねカードバンク駅にちょっと貯めときたいっていうのはあるんだよね。で、マリモにゴールする、あとはその3つに対、あとあれだね、止まってない駅に止まる、やること盛りだくさんですよ北海道ね。いやもうそろそろみんな復活しちゃうぞ。明智お台場の観覧車200億のとこ180億、あ買っちゃえ。お台場の観覧車データ武田信玄火のごとし、陽気日に50億、お楽しみみたいと思います。北海道で私は3つしか覚えられないっていうねエンガル砂川ニセコで行こうか。エンガル砂川ニセコリニアでぶっ飛ばせ。お函館まで届かない、あ届かないな、カード駅、あカード駅まで届いてないね北に行き過ぎたな。でエンガル砂川ニセコはどこ、怒って、あエンガル行ける、よしエンガル行きましょう。ちょっと南に行ってエンガル、まとめ買い何もできない、そうですか。あ100倍な、100倍で10億の買っとこうか、100倍の取りでも10億までにしとこう、自分ルール
100倍お金的にはもう無駄遣い以外の何物でもないもんね、これ。100倍買収赤字だもんね。エンガル砂川ニセコ、あ、入られた。佐久間さんが封印されてる中、ついに赤に入りましたか。どのカード選ぶんだろうな。病気費ね、まあ、ボンビーにならないという安全の中で、あ、佐賀県伊万里、伊万里焼きが有名なんだよね。さあマリモ、どれもらうんだろう。乗っ取りカードかな。刀狩り好きね奪うの好きだよね。刀狩りか。いや、これ復活した時怖いね。なんか剛速球カードでも投げたいぐらいみんなカード持ってるな。ハッピーハロウィン行きましょう。そろそろ函館行きたいな。薩長連合ぜよ。なんか出す前にあれしたいんですよ。あ、ちょっと待って、函館行ってもダメだよね。物件乗っ取りカード持ってないからダメなのか。そうだよな、福袋カード使うかな。まずはカード購入しないとダメなんだ。乗っ取りを、あ、ついに行けます。剛速球カードも売ってるここすごいよね、この浦川さん。5枚しか買えないのがちょっと寂しいけど、乗っ取り放題カードだね。どうしよう、乗っ取り放題を2枚かな。いや、もっと欲しいよね、乗っ取り放題ね。乗っ取り放題3枚いくか。剛速球、パトカード捨てるかな目いっぱい行くかだよね。リニア乗っ取り物件飛び、強奪飛びか。あとスペシャルもね、あれは嬉しいんだけど、スペシャルズ1枚あって、バランス的にはスペシャルで聖徳太子にスペシャルズにしてもらうっていうのはあるんだけどな。でも今はちょっと剛速球いきます。あ、もう1枚いける。 1,2,3、 あ、もう1枚いける。乗っ取り強奪剛速球、スペシャルにしようか。スペシャルにしますね。なんていい店なんだここさあ、あと1ヶ月持つかな、これ。まあ、月の初めに私が回ってくるっていうのが いいんだよね。有利っていうかね。テレポートカードで、カード復活したタイミングで剛速球カード投げたいんだけど、特急カードとかで刀狩りをね、なるべくなくしたいよね。おならカードを打ったか。でボンビーは刀狩りを割ってほしいよね、エンマさんのね。お、探偵会社横須賀の造船所、72億円。よし、もちろん買います。上杉謙信行けー、どんどん行くぞ。大久保利通、で目的地どこだったっけ。源義経殿、伊万里からかなり離れておりまするか。函館の夢を叶えさせてくれ。私は行かない。薩長連合、
みんな活躍してくれるね。で、エンマさんが15マスで近い。どうしよう。このままだとボンビーついちゃう。行った方が良かったか。ちょっと強奪飛び周遊を98箇所。まあないよね。函館にこだわります。この回はもう北海道回ですよ。函館入れるか。入れないのか。もう悔しいね。諦めるか。次の機会か。ニセコと何だったっけな。ニセコ。あった、ニセコ。ニセコ行きますね。全域踏破もちょっとやってこう。しょうがない。まとめ買い。で、じゃがバター屋か。ただ100倍でいきましょうかね。乗っ取り温存。よし。いや、もうやばいな。今年のノルマできてないよ。北海道結構買ったね。もう次のターン移動するか。函館決めたかったけどな。だからあれだよね、函館の近く6マス以内に移動してスペシャル使えばいいんだよな。じゃあ入れる、確実に。この人が一番近いんだよね。さあ、そろそろでも剛速球行くか。どうだ、そろそろもうトピックス。ああ、このチュララ水族館いいな。あ、もう終わったかな。いい、直輔ありがとう、だいぶ助かったよ。お、出たー、阿公浪士の皆さん、うちでござる。佐久間社長の一番高い物件、自動改札機会社460億。あ、460億で一番高いんだ。剛速球カード59万、いけー。狙うは刀狩りカードを破壊せよ。頼むぞ59万。最寄りの駅でカード、引き換え券カード、シュレッダーカード、いただきますカード、パトカード、いいねー。さあ、佐久間さんとこいっぱい、刀狩り、六大都市、刀狩り、ロイヤル、やったぜー。刀狩り、二枚ともやったぜー。あ、最高だね。いや、大成功だ。だいぶたくさん割ってくれたね。59万、仕事しました。いや、私がやられたと思うとゾッとするけどね。最高の仕事したな。あらまあ、キングボンビー、もう間髪入れず来た、普通に来た。信長のが召喚したキングボンビー以来ですね。あ、佐久間さん2枚しかカードない。あ、佐田まで行った、九州行った。これはもう私も移動しないとダメだね、必然的に。函館我慢しよう。うん、北海道だいぶ即席残したから。パトカードを2枚、地方へを買った。すごい買ったな。九州もね、こう物件まだあるだろうから、こりゃもう移動するしかない。強奪飛びで九州あるかな、ちょっと覗いてみましょう。ないね、ちょっと待って。あ、福山ぐらいはまだ近いか。いやー、どうしよう、物件飛び行こうか。物件飛び17箇所しかないんだ。
あ、天草行けるじゃん。よし、オッケーオッケー、天草行こう。キングボンビー怖いからね。天草まとめ買い。さあ問題は1900億をしっかり使わないといけないということだ。九州の物件、旅に出よう。あ、出た、ボンビラスツアー。マジか、ここで2人目の犠牲者エンマさんに続く。星に行ったのは高一点陽気比。さあ、高額物件で買ってないやつ、九州の物件、宮崎、鹿児島。あ、ゴールした、エンマさん。あ、福岡久留米のタイヤ工場1200億。あ、でもゴールしちゃった。でもボンビラスツアーの人がいるからボンビーはちょっと任しとけるね。広島県生口島、あ、なんか牡蠣とかが有名かな。ゴールしちゃったけど、あー、また借金返すの54億。まあまあいいでしょう。タイヤ工場行きましょうか。タイヤ工場か、もしくは電機メーカー。3200億はまだ無理だよね、大分。よし、福岡タイヤ工場久留米、ちょっと目標に振りましょう。あ、いけるじゃん、買っちゃえ、タイヤ工場。くるくる回っております。よし、いいですね。これで独占で 4%、12億の48億入ってくるよ。そして福岡県の皆様、コンプリートできました。福岡ありがとうございます。ちらっとお見せして、福岡やったね。さあ、もう目的地周辺行くか。あと、3月か、早いな。トピックス、松前のノリダンダンや。武田信玄、あ、早きこと風のごとし。後ろに下がれー、佐久間さん下がれー。ね、どうしようかな。結構青くなってきましたね、すごいね。青だらけだね。まだ変えてないところを変えつつゴール目指そうか。あとお楽しみ、九州沖縄あと6駅、八代別府。あ、別府止まってないんだ、意外だね。あとは、沖縄地方だね。あと鹿児島の離島だけか。じゃあ、別府八代狙いたいですね。行くぞ、別府八代。どうだ、別府行ける、八代行ける。どうしようかな、別府行っとくか。600億で買い物したいけどな、そんなにはね。高額物件ないか、太宰府230。そうだね、じゃあ別府行きますね。全域踏破もあるし、目的地行く気ないというね。まとめ買い。で鳥天屋はね、100倍買いいくか。もう10億がはした金みたいな言い方で。すごいな。
トリケンやね、ゲットしました。別府のトリケンや、あ、で、トリケンや、実はボンビラス製、ごめんなさいね触れずに、トリケンや 100% の収益率だから注目物件にしてたんですよね。これで大分の電機メーカーのみになりましたね。やりました。九州はね、もうヒーローを全員集めてるからね、沖縄には歴史ヒーローいないしね。はい、ちょっとお金使い切れてない感のある決算になりましたけど、北海道楽しかったね函館はまたちょっとリベンジしないとダメだね。次の機会にね、あ、うどん忘れてるけどね、忘れてはいないんですけど、うどんチャンスありませんでした。やばいな、うどん2300億とあんまり増えてる感がないですね。今年はダメですね、収益。そして総資産が4兆7800億、まあ2000億ぐらいはプラスされましたか。2000億ぐらいって最初の1000億どんだけ年数かかってると思ったんやね。まあまあまあ楽しんでおります。右肩上がり継続、次回もお楽しみ。さよならー。